国立環境研究所公開シンポジウム2020あなたの都市の環境問題今何が起きているか本日はご視聴ありがとうございます都市にまつわるゴミ、交通、大気、海、都市温暖化について5人の研究者が講演しますまずは理事長の渡辺智穂が研究所とシンポジウムの概要を紹介いたします 皆さんこんにちは国立環境研究所理事長の渡辺です本日はこのオンラインシンポジウムのサイトを訪れていただきどうもありがとうございますこの公開シンポジウムは例年もちろん対面式でですね東京とそれからそれ以外の一か所を選んで開催してきたものなんですけれども今年はまあ皆さんご存知のようにコ o v i d 1 9の流行もありましてオンラインで開催するということにいたしました 最初にまず初院一同を代表し COVID-19 の感染被害並びに様々な形での生活の影響に苦しむ方々にお見舞いを申し上げますとともに一刻も早い回復と生活の再建ができますことをお祈りいたしたいと思いますまた医療生活インフラを支えておられるたくさんの方々に感謝を申し上げたいと思いますそれでは研究所のプロフィールをご紹介したいと思います これは国立環境研究所茨城県つくば市にございますけれどもまあその前景です右上には福島支部左下に美学分室が写っていてこの筑波の私たち本部と呼んでおりますけれどもそれと福島美学を合わせてまあ3カ所の拠点で研究活動をやっております私たちは検証というものを持っておりましてここの真ん中のところ出ていますけれども人々が健やかに暮らせる環境を守り育むための研究と そういうものによって社会に貢献しようというそういう研究を進めているということになりますここには国立環境研究所のこれまでの歴史が簡単に示してございますけれども今からだいたい半世紀前に国立公開研究所という形でスタートしまして1990年には国立環境研究所と名前を変えて その後2001年に独立行政法人に移行しましてそれ以来5年ごとに計画を立ててその計画に従って研究活動を進めるということになっております。現在は2016年その直前に国立研究開発法人になったわけですけれども2016年からの5年計画で今年は一番その最後になりますけれども第4期というところにございます。第4期の間にはは先ほど写真でお見せしましまた福島支部あるいは琵琶湖 また一昨年には気候変動適用という法律が,したが成立したのに従いましてセンターを開設してそれでまあ研究はある意味では拡張してあの進めているというそういうフェーズにございます。研究所の人手と予算についてお示し,したのがこのグラフですあこのスライドですけれどもまあこれだけのお金を国からいただくとと,ともにまあ研究者も獲得に努力いたしましてそれで研究を進めております。 総勢でだいたい1000名近い方がまこの研究所に働いておりそのおよそ3分の1が研究系の職員ということになりますではこの研究所がどんな活動をしているのかということについて簡単にご紹介したいと思います私たちは広く環境研究全般に取り組んでいます環境研究非常に幅が広いですけれどもまあ、ここに 9つの分野という形で示しておりますけれども地球環境地域環境から始めてゴミ、えー、のものの問題それから化学物質の問題あるいは生物多様性健康あるいは環境社会経済の調和を図るというようなそういうものに加えて、まあ、環境をいかに図るかあるいは東日本大震災を受けて災害環境というものについてどういうふうに考えるかというようなそういう研究を進めております。 その主な研究活動ですけれども研究プログラムと呼ばれるものが私たちの非常に注力しているところであって大きく分けると2つのプログラムに分かれます課題解決型のプログラムと大震災を受けてできた災害環境研究プログラムというその 2, 2種類のプログラムで全部で合計8つのプログラムが走っております。 本日の講演と本日の講演5台見ていただくわけですけれどもそれぞれこのような形でプログラムとはいろいろな深い関係があるということになりますこれについてはこれからご説明申し上げようと思いますそれ以外には環境研究の基盤整備と呼ばれる環境をモニタリングしたりあるいは環境からいろいろな資料を集めると環境資料であるとか生物資料を集めるとそれからデータベースの整備というようなこういう 活動も行っておりますさらに研究事業と私たちが呼んでいるものがありましてまあ、あの私たちが中心になって外のいろいろな研究機関あるいは自治体などとも協力して研究に深い関係のある活動を進めていると特にまあ社会実践に結びつくようなそういう活動をまあ進めています代表的なものについてご紹介しておくと宇宙から温室効果機体を観測するというような こと、あるいは子どもの健康と環境に関する全国調査をやるというようなことがまあ含まれております。ではえ今回のシンポジウムのテーマについて簡単にご紹介しようと思います。今回の公開シンポジウムでは都市というものをテーマに選んでいます。現在世界人口70億余りいますけれども、その半分以上の方がまあ都市に住んでいるわけです。つまり都市というのは人間という生物のまあ住みかと言っていいと思います。 都市にはまあ人間2人に1人はこの都市に住んでいるわけですから、ある意味で人間のお気に入りの場所なのかもしれません。しかし環境という観点から見ると、都市には現在でもいろいろな問題があります。都市の問題を考えるときに一つ考えておいていただきたいのは、都市っていうのは自分だけでは成り立たないと。いろいろな資源が都市の外からやってきて都市で使われると。 で都市で使われたいろいろな資源の残りといいますかその放出物がまた都市の中で処理される場合もありますけれども外に出ていくというそういう形で都市を成り立たせるためには都市以外の部分が非常に重要な役割を果たしているとといいうことになりますろいろな研究によりますと都市の面積の大体100倍以上の面積を使って都市というものは生きているというそういうこともまあ片方では考えていかなければならないということになります。えー これから個別の講演について簡単にご紹介したいんですけれども、まず一つは、えー、都市の吐き出すゴミですね。これの問題について扱っています。えー、ここにまあ草をはんでいるような虫が牛が見えますけれども、その後ろにこう山が見える。これはゴミの山です。これはアジアのある国で撮影したものですけれども、このゴミの問題というのが都市の問題とは切り離して考えられないと。それから都市においてはまあ自然と離れがちになるわけですけれども、いかに都市 の中あるいは都市の周辺のですね自然と触れ合うかというそういう問題がございます。これについいてても考えていきますこれは今から半世紀前の東京の、まあ、大気汚染の状況を示しているんですけれども今ではこのようなひどい大気汚染を見られることはめったにありませんけれどもこういった大気汚染の問題は世界では今では非常に深刻な問題になっていますし日本でもこれが全て消え去ったというわけではないということでこの問題についても取り上げます。 また都市における問題の課題の一つとして移動と、まあ、人が移動したり物が移動したりするわけですけども今回はまあ人の移動に焦点を当ててで、まあ、この移動というのは汚染の問題とも関係しますしそれから全ての人々が自由に移動するというそういう課題とも関係するということでこれについても取り上げます。都市とというののののは地球温暖化の問題影影響響も受けると同時にヒートアイランドの影響も受けますこの両方 の影響を受けるということでまあ、暑さ対策というのは暖かいかい地域にある都市にまあ共通の課題であるということでこの問題についても議論していきたいというふうに思います現在コービット19の流行は世界各国の都市に住む人に大きな被害を巻き起こしています各公園でもそれぞれのテーマと流行の関係について若干触れることになっておりますこれらの問題を通して私たちの住処である都市と この都市の環境の問題を皆さんとともに今一度見直してみたいというふうに考えております今回のシンポジウムまあオンラインのシンポジウムですけれどもこれが現在起こっている都市の環境問題とこれについて少しでも考えるきっかけになってくれれば幸いでございますそしてまあ今後とも私たちの研究活動また私たちの研究活動にとどまらず多くの環境研究に対してご支援ご理解のほどよろしくお願いいたしたいと思います 以上にて私の挨拶とさせていただきますどうもありがとうございました以上研究所とシンポジウムの概要の紹介でしたそれでは引き続き講演をお楽しみください